積み上げたものぶっ壊して。積み上げたものぶっ壊して。積み上げ。もうやめて、そんなぶっ壊すならそもそも積み上げるな言う話や、霊夢ちゃん。そうだね、あのマラス解説しなきゃね。おっと、私の言葉が届いていないようだな。ポン、今回最初のあのマラスはこれでござる。地震の半径3メートル範囲から蚊を消滅させる蚊取り線香。ウィズ霧雨マリサ。勝手にウィズなんてもろてよろしいか。どやさどやさ、珍しく普通に便利なアイテムでっしゃろ。うん、そうだなぁと、言いたいところだが説明の2行目が引っかかってるんすわ。火がついてる間、範囲内に蚊の葉音を発生させる。これつまり、蚊取り線香を焚いてる間は範囲内に。ってなり続けるってことだよね。えへへ、そういうこと。なんで照れてるんでしょうかこの子は。これ意味なくない？いや刺されはしないけどもさ、蚊の存在感は音によってほぼ残るじゃん。そこが売りなんで、売りどころ見直すべきだと思いますぞえ。お断りますぞえ。お断られましたぞえ。さてゴリちゃん、この蚊取り線香は一体どこで発見されたと思います？ヒントはち、で始まってば、で終わる千葉県です。わかった、メキシコだ。大正解、そう、千葉県ですね。そっちか、引っ掛けられたわ。この蚊取り線香、千葉県のホームセンターにて回収されたそうです。まあ耳栓つければ普通に使えるんでぜひ。それ普通の蚊取り線香使った方がよくね。今すぐここを立ち去りたまえ。どうしてなんだろう。マリちゃんの疑問はスルーしてお次のアイテムです。口頭でそれとしか呼称できない一途感。すごい顔しとんな貴様。さっきの顔を毎朝渋谷駅の前でしてます。シンプル不審者やん。まあつまりこれ一途感ってことですね。だからそれなんですよ。はーい、ジョージー。ジジョージジョージジジョ。ジョジジョージジジジョジジジョ。どっかのゴキブリか？ミコフォーマーズね、ミコフォーマーズって。このそれ、財団のフロント企業が所有してたものなんです。中身の形跡はなく、それとしか呼べない以外の異常性もなし。ほーん、こんなよくわからんもの誰が何の目的で？知らん。走り出せ青春。絞り出せ肉汁。スティーブンスピル。和風おろしハンバーグ。ついにサブスク解禁。もう何がなんだか。てかさ、一途感があるならざっと感もあっていいと思うのよね。ついでにディス感も作って英語における距離感学ぼうぜバナナ。私もめんどくさい。じゃあなんで提案したんだ君は。さて、今回ラストは人物系アノマラス。統計的に異常な頻度で生徒からお母さんと呼ばれる男性教諭。プリチャード学院小学校にて回収されました。このプリチャード学院小学校も財団のフロント組織の一部なんですよね。なんでこう変なのが内部にも転がってるかねえ。ここは学校法人プリチャード学院。その中には幼稚園小中高大が含まれておりまして、上位職員育成の場として活躍しているようです。その裏で汚ねえラマの着ぐるみ着てるやつもいるんだよな。ラマじゃなくて山ね。めっちゃ真面目に指摘された件。つうか統計的って言うけど、こんな統計一体誰が取ったのって話じゃない。ふとした瞬間につい魔が差して見誤って道外れたんじゃない。ふとした瞬間に心の中でいろいろ起きすぎじゃない。これが人生言うやっちゃで、マリちゃん。ざっくりとしたまとめでぶん殴ってくんなバカが。ちなみお母さん呼び以外の異常性は特にないので、引き続き同小学校で雇用されてるみたいですよ。プリチャードという字はプトリとチャートドがささや。終わりまーす。ということで今回のプリチャードはおしまいです。もしよかったらチャンネル登録コメント等々よろしくお願いします。それではまた次回、ハッピーミコミコー。